バレエを習うということは技術だけを追うことではない。この芸術を知ろう。全世界の劇場で輝き続けるバレエのシンボル、偉大な振付家ジョージ・バランシンはこのような言葉を残しています。もしあなたが舞台を成功させたかったら、作品の名前を白鳥の湖と名付ければよい。白鳥の湖の世界初演は1877年2月20日モスクワのボリショイ劇場で上演されました。しかしその時の公演は失敗。初演後このバレエは20年間忘れ去られますが、1895年今度はマリンスキー劇場で振付家マリウス・プティパとリフ・イワノフ、作曲はチャイコフスキーによって白鳥の湖は舞台へ再び蘇り大成功を収めました。それから100年以上もの間白鳥の湖は上演され続けています。今では数えきれないほどの振付家が自分のアイデアを取り入れてこのバレエを上演しており、中には音楽も変えたりストーリーも全く違うものや、白鳥が男性たちで踊られたり、本当に様々です。バレリーナが白鳥の姿を表現する、ここには人々が引きつけられる、言葉では言い表せれない大きな魔力があります。そして音楽、チャイコフスキーが表現した白鳥の湖の音楽はあまりにも素晴らしすぎる。たとえバレエを知らなくても、また白鳥の湖を知らなくても、このチャイコフスキーの白鳥の音楽は皆一度は聞いたことがあり、そして聞くと忘れられないほどの何か高揚感をもたらしてくれるのです。白鳥の湖は初めてバレエを見る方々にとっては最も入りやすい作品になっており、実際に物語を話しながらバレエを見ていきたいと思います。そろそろ開演の時間です。劇場ではマナーを守り、美しい装いで見に来てくださることはバレリーナたちにとっての祝福になります。デニム、サンダルでいいやと言わずに、どうかバレリーナたちに尊敬の心を。この動画は私たちが所属しているノボシビルスクバレエ団の白鳥の湖になります。ここの白鳥の湖はミハイル・メッセレルの振り付けです。チークフリード王子が成人を迎えた時、彼の母女王は王子に結婚させることに決めました。夕方、城の前の公園で女王は王子に言いました。愛しい息子ジークフリード、明日あなたの誕生日を記念して私が舞踏会を開きます。そこであなたは花嫁を選ばなければなりません。公園では楽しく賑やかに記念日の準備をしていました。親愛なるお母様、私が自由と別れを告げるのはまだ早すぎるのではないでしょうか。当時は答えました。ナンセンスよジークフリード、お母様に任せなさいと、女王は王子の方を軽く叩き堂々と出発しました。おいベンノ、聞いたか。王子は親友であるベンノを呼びました。結婚だって、そんなものより狩りの方が楽しいよ。それなら今日は狩りに行って明日は結婚すればいいだけさ。ベンノは笑いました。見ろ、白鳥が飛んでいる。湖に向かうんだ。そこで白鳥を見つけよう。私たちは狩り人だ。行くぞ。
一幕の一番の見せ場はピエロのグランピルエットです。24回転回ります。たくさん回ることも必要ですが、上げてる足をしっかりつま先まで伸ばすことも大事です。また王子の友人たちによるパドトロワもあります。ここでボリショイ劇場のグリガロビッチ版を見てみましょう。このバージョンは王子が最初から最後までたくさん踊り、体力的に最も難しくなっています。他の振り付けは大抵王子はただ歩く場面が多く、ソロも一つだけだったりします。白鳥の王子は最初から最後まで不運な人物、最初の登場以外はいつもどこか浮かない顔をし、最後の悲劇をすでに予想しています。マリンスキーのセルゲーエフ版です。パドトロワは王子の友人なので可愛らしさもありつつエレガントな雰囲気があるといいでしょう。音楽的で伸びやかで若々しさあふれる踊りです。
すでに月が昇り、王子と従者が森林の湖に到着したとき、静寂な湖の上には誇り高く白鳥たちが佇んでいました。その一番先頭には王冠をつけた白鳥がいました。狙え王子、ベンナが叫び王冠を構えました。ですが危険を感じた白鳥たちはすぐさまに四方へ飛び去ってしまいました。そして突然不思議な月の光とともに素晴らしい女性が姿を現しました。おう神よ、これは一体何だ？驚くベンノ。魔法だ。ボウガンを下ろす王子。その通りです青年、これは魔法。私の名前はオデット。私の話を聞いてください。白鳥の王女オデットは言いました。オデットは驚くほど美しく、王子は自分の人生の中でこれほど美しい人を見たことがありませんでした。あなたの話を聞かせてください。邪悪な魔術師が私と私の友達を魅了し、呪文によって白鳥の姿に変えられてしまいました。私たちは夜の間だけこの湖で人間の姿に戻ることができます。この呪文を解く方法が一つあります。それは王子様が私に永遠の愛を誓うことです。それならばあなたは救われました。ジークフリードは言います。どういうわけか、お母様は私に結婚しろと言いました。そして私は王子です。私たちはとても良いカップルになることでしょう。同時にあなたの魔法を解くことができる。お待ちください王子、もう一つ条件があります。私の求婚者は私の前に誰にも永遠の愛を誓わなかった場合だけ呪文は解けます。そんな誓いは今までしたことがありません。この湖は私の涙でできたもの。あなたはきっと私を裏切ってしまうでしょう。白鳥たちの登場です。このバレエの最も華やかで美しい場面です。しばし堪能しましょう。
大きな白鳥たちの登場です。みんな175センチ以上あります。次に小さな白鳥たちです。ここでは6羽で踊られます。オデットと王子によるアダージョです。プティパの白鳥の主役を初めて踊ったのはイタリアのバレリーナピエリーナ・レニアーニです。彼女はこのバレエで初めて32回転のフェッテを披露しました。舞台批評家は彼女を見てこのように書きました。彼女は本物の白鳥の女王でした。なんて滑らかで柔軟でビロードのような動き、なんて優しいパフォーマンスだ。白鳥の湖ではアールデコの美しさです。装飾は排除し、機能的なフォルムがここでの美意識です。この時代はバレリーナたちはもうコルセットを脱ぎ始めています。白鳥では直立したポーズはありえません。上半身は白鳥の曲線を描いた首であり、常に柔軟にカーブしていなくてはいけません。ここの練習がされていないと白鳥の姿からは程遠くなり、意味を失います。小さな白鳥たちの踊りです。この場面はまだ子供の白鳥が飛び方を習っているというシーンを表現しています。大きな白鳥たちの踊りです。小さな白鳥たちとは対照的にダイナミックで素晴らしい羽ばたきを見せます。オデットのバリエーションです。
オデットのバリエーションの後は白鳥たちによるコーダに移ります。ジェイク・フリードが誓いの言葉を口にしようとした瞬間、夜明けが来てしまいました。オデットは急いで茂みに隠れてしまいました。そして驚いた王子の目の前には誇り高き白鳥たちが湖に現れました。そしてその上には激しく羽ばたく不吉なフクロウの姿をした魔術師が飛んでいました。魔術師は全てを見ていました。聞いていました。彼は呪文の力が失われることを許しません。動画はマリーナ・セミオノワです。今の白鳥の腕の動きや肩の使い方はマリーナ・セミオノワがワガノワと考え出したものです。それまでは閉じたポーズが多く、マリーナ・セミオノワは腕が長くなかったため自分のためにと考えたのです。瀕死の白鳥が白鳥の湖の一部と間違えている方もいますが、本当は全く別のものです。マイア・プリシェツカヤは腕をさざ波のように演じました。瀕死の白鳥で踊ったものをオデットの最後の場面でも使いました。しかしセミオノワやウラーノワは反対したそうです。白鳥は大きな翼であるべきだと。その時代とともに、その白鳥の女王が自分のニュアンスなどを変えて次の世代に託すことはよくあることです。この動画はバリーナ・メジェンツァです。マリンスキーでは彼女の白鳥を見本にして踊っています。Thank you.
白鳥のこのポーズは手先は立てなくてはいけません。折れていてはダメです。翼で自分の体を隠すイメージです。白鳥では顔は少しうつむき、翼の影から様子を伺う仕草をします。以上、白鳥の湖の解説でした。私たちは今バレエについてできる範囲で発信していますが、ロシアで学んだバレエの世界を日本に伝えるのは大事なことだと思っています。私たちはこれまで20年間自分のバレエだけをひたすらやってきましたが、残りの半生は後世に本物のバレエを伝えていくことに全てを捧げようという思いでいます。私はバレエが上手な子だけを育てたいわけではありません。プロになるのは本当に運です。その運をつかむために死ぬほど努力するような人生は人には進めることはできません。私はバレエの精神を持った人たちを多く育てたい。そうしたらプロになる子や、そうじゃなくてもいつまでもバレエの良き理解者、観客になってくれる子たちがたくさん育ってくれると信じています。